あることです。皆さんは身の回りで派閥が存在してませんかね。ドラマのような激しい派閥争いはないにしても、人間誰しもが相性というものがありますから、それに従って自然とグループが作られていってしまう。この現象、私的には本当に面倒くさいものだと捉えてますが、悲しいことに結構世の中そんな現象で溢れてしまっているのが現状ですよね。プライベートで仲がいい人たちで過ごしてればいいものを、そういったことを仕事内でもやられると仕事がスムーズに流れなくなり、本当にいい迷惑ですし、そもそも幼稚ですよね。私はスイスのように衛生中立、派閥反対。それではまた明日。